神奈川県の箱根ではすでに雪が降り始めています。芦ノ湖から中継です。はい、こちら箱根では1時間ほど前に雨が雪に変わりました。その雪は時間とともに強くなってきています。観光客の方の姿もまばらな印象です。芦ノ湖の遊覧船は現時点では通常通り運行しています。ただ登山バスが止まると従業員が帰宅できなくなるため、今後の雪の状況を見て運行を決めたいと話していました。雪は次第に強まり、夕方から夜にピークを迎える予想です。箱根など神奈川県西部では明日昼までに最大で30センチの雪が降る見込みです。町役場では観光客などが帰宅困難になった場合、待機できる避難所を開設できるよう準備を進めています。